滋賀県支部4448の青木源太です。よろしくお願いします。お願いします。乗ってたのはシルビアと GTR ですね。35 GTR、 あれが一番良かったですね。一回ここも乗ってきたんですけどね、昔。はい、飛ばしちゃうんでもうやめとこうと思いましたね。はい、そうです、そうです。 F1 が多分本当3歳とかぐらいの時に鈴鹿サーキットに昔連れてってもらって、そっから、昔セナがいた頃テレビでやってたんで、で見るようになって、で自分もちょっとそういうレースとか興味持ち出して、でカートとかやって、漠然と F1 乗りたいなとかそんなあったんですけど、まあカートやってみてちょっと無理だなって、ちょっといろいろやめた方がいいなみたいな、お金とかすっごいかかるし、でまあこっちの方に来たんですけどね。そうです、そうです。父親がやってたのが大きかったですね。仕事もやりやすいですし、いや本当感謝します。西田さんとか、この前一緒だったんですけど喋ってもらえるし、いろいろ東京の選手とかも知ってくれてるんで、すごく嬉しいですね。初めてここで輸出できたんで、ここが最後だったんで、多分輸出してないのが24畳の中で、多分それぐらいちょっと調整がこう合わなくて難しくて、で、今回いいエンジンだったんで、ちょっとチャンスだなと思ってたんですね。でうまいこと言って優勝戦に乗れたんで、ちょっとホッとしてますけど、逆に昨日飛んでたらもうちょっとトラウマになりそうで、次なかなか輸出できていなかったんじゃないかなとか思ってましたけどね。はい、どこなんですか。どこ寒いよ。これじゃないですか。青木のさん、青木のさん、今飛び込む青木のさん、じゃあ浜本前行けよお前。何をしてそっち行く。福島さん、うちもお願いします。 OK、 落とすぎろ。はい、初心に満々や。1、2、3でよろしく。三重支部4808松尾博夢です。よろしくお願いします。松尾兄弟のチャライフォーっていうお伺いしたんですけど。いやいや、そんなことないですけど、見上げ方というか、僕の方をピアスしてるんですけど、向こうしてないんで、そこを見てもらえばもう一発で分かると思います。たまに逆転してる時あるんで、それはちょっと当てにならないですけど、はい、とりあえずピアスなんですけど、横に並んだら多分分かると思うんですけどね、別々で見たらちょっと分かんないかもしれないですけど、横に並んだら結構違うんで、あんまり見分けるっていうよりかもう多分別人みたいなに見えると思うんですけどね。トップルーキーの話を。
いや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 。いやまあでも同期で唯一 A1 なんでね、アツヤ早く肩並べれるように頑張ります。はい、頑張ります。はい、ちょっとそのくらいあったけど忘れちゃったんだけど知ってみないとっていうのは確かに押した方がいいです。じゃあ押してみますか。いいよ、あそこですよね。いいよ。じゃあすいません、失礼します。おお。ちょっと違ったこれ。